2章、セリカの旅立ち。2章に入りましたね。皇帝、覚悟！アルム！予知能力か何かかな、今のは。なあ、この鐘なんで鳴らしてるんだ。ボーイって王様が死んじゃったんだってノーマ様が言ってた。王様、王様ってセリカ様の。セリカ様大丈夫かな、悲しんでないかな。セリカよ、どうしても行くのか。はい、ノーマ様。このソフィアの大地に実りがなくなってからもう数年が経ちました。やはりこれは大地母神ミラ様に何かあったとしか思えません。大地の渇きだけではなく、魔物の出現、リゲルの侵略、私にはこれらが無関係だとはとても思えないのです。確かにこのソフィア王国は混迷を極めておる。飢えた人々がこの修道院にまで助けを求めてくるほどじゃからの。全ての鍵はミラ様です。私はミラの神殿へ向かい、何があったのかを確かめます。しかしセリカよ、マイセン殿がお前をわしに預けた理由は分かっておろう。リマ四世亡き今、お前はソフィア王家最後の一人。お前の命を狙う者、利用しようとする者、それらの脅威が消えたわけではない。それでも行くと申すか。はい、これが今まで私を守ってくださったノーマ様やマイセンおじい様のお心に背くことだと分かっています。でも私にはどうしても行かねばならない理由があるのです。ノーマ様、どうかお許しください。そうか、そこまで言うのであればもう止めるまい。セリカよ、己の信じた道を行くがよい。ノーマ様、ありがとうございます。うん、だがくれぐれも気をつけるのじゃぞ。ソフィア王国の荒廃は想像以上じゃ。お前は
腕の立つ神官戦士じゃが、決して油断はするなよ。おお、そうじゃ、ミラの歯車も忘れるでないぞ。はい、もちろん身につけております。うん、きっとお前の旅の助けになるじゃろう。それではノーマ様、行ってまいります。おお、もう行くのか。せめてこの金が終わるまで待ったらどうじゃ。この金はお前の父の弔いの。あの人を父だと思ったことなどありません。ではセリカ。2章はセリカか。両方ともソフィア王国だね。ノーマと話すかも一回。そなたにミラのご加護のあらんこと。賢者。魔物の出没はミグルが神々の盟約を破ったせいだと言われています。しかし魔物はリゲルにも現れているはずです。どうしてそんな危険を冒してまでソフィアに攻めてきたのでしょうか。王帝ルドルフは何を考えているのか。気になりますね。シスター。最近では飢えた人たちが海を渡ってこのノーバ島までやってきます。でもこの島も似たようなものです。おまけに海賊たちのせいで食料や荷物があまり届かなくなってしまいました。これじゃあ私たちは魚しか食べるものがなくなってしまいます。どうにかならないものでしょうか。でも飢えた人たちさ、海を渡る元気はあるんだね。調べよう。これは心臓。他は特に起こってないかな。特になさそうだね。ミラクラスチェン、あ、間違えた。クラスチェンジとかいないね。じゃあ移動しますか。玄関。セリカ様、聞きましたよ。ミラの神殿へ行かれるんですよね。私も行きます。お供させてください。メイ、ありがとう。心強いわ。セリカ様、俺も行きますよ。女の子2人だと何かと物騒でしょ。あら、なーに、自分が頼りになるみたいなこと言っちゃって。みたいなじゃなくてなるんだよ。少なくともお前よりはな。ちょっと失礼ね。私は雷の魔法を使えるのよ。ボーイなんて炎の魔法しか使えないじゃない。二人とも落ち着いて。私はどちらも頼りにしてるわ。大変な旅になるかもしれないけど、よろしくね、メイ、ボーイ。メイとボーイさんが仲間になったね。あとはこいつもなんか話しておく。ジェニー。セリカ様、私もついていっていいですか。まあ仲間にしてあげよう。これはあれかな、村人的な扱いかな。あ、間違えた。ちょっと調べる。小さな歯車。時間を巻き戻す回数が1回増加すると。小麦粉。ブドウ酒にバター。食べ物がないって言ってる割にはさ、割と粗末にしてるよね。他は特にないかな。じゃあ移動しましょう。外に出る。いきなりこれ。ちょっと待って。あ、武器触れないでも。速さの水。こっちは力の水か。両方とも重要だね。てかまず誰が何の役目だか分かんないんだけど。身支度。メイ。こいつは魔導士ね。ボーイ君も魔導士だね。シスター全員あれだ、魔法系だな。セリカ。こいつはなんだ、神官って何。魔法系か。
どうする？とりあえず主人公系に曲振りをしておく。わからんからな。スピードを上げておくか。2上げとこう。で、力を1上げとくか。よし、これでいきましょう。おお、上にアンデッドがいる。本土に渡るためにまずは港を目指しましょう。でもそのためには墓地を通らなければいけないわ。あそこには最近魔物が出るという話だから気をつけていきましょう。え、全体マップ的なのは、あ、こっち側がさっきのところか。なるほどなるほど。あー、でここがソフィア城なわけね。なんかすげえいっぱいあるんだけど、何これいっぱいいるよ。ここは海賊か。基本海賊をまず相手にするのか。じゃあ戦いに行こう。類人だ、遭遇戦。まあそのまんまだな。セリカ様、この墓地を通るんですか？そうよ、港へ行くにはこの道しかないもの。でもここ魔物が出るって。そう言われているわね。気をつけていきましょう。俺盗賊とかなら平気なんですけど、魔物はちょっとボーイったらお化けが怖いなんて子供みたい。うるせえ、怖いもんは仕方ねえだろセリカ様まで傷つくな。違うの、ごめんなさい。ちょっと兄を思い出してしまって。兄？セリカ様、お兄さんがいたんですか？ええ、お母様は違うのだけれど、とても優しいけれど気が弱くて、お化けが大嫌いだったの。子供の頃に死んでしまったけれど、もし大きくなっていたらボーイみたいになったのかしらね。セリカ様、ほらボーイが大騒ぎするからセリカ様が辛いこと思い出しちゃったじゃない。え、俺のせいかよ。さあ、悪いと思うんだったら魔物でも何でもサクサク倒して進むわよ。身支度なんか、あ、みんなもうすでに持ってんのか。黄金の探検、攻撃力1だな。よし、行こう。魔力は地形に左右されない。マイセンおじい様はそう言っていたわね。あ、そうなんだ。みんな、敵の森の中にいても魔法なら確実に攻撃できるわ。知らんかった、魔法は地形効果を無視する。なるほど、じゃ自分は森にいて、うん、敵はどこにいてもいいっていう。準備は万全よ。じゃあ森を陣取るか。いつでもどうぞ。村人はいないね、ただ村じゃないからな。さてどうする。やはりセリカをこう前線に出すか。この布陣でいこう。3、それなりだな。狙われるな。集中攻撃を食らうとまずいけど、ただ射程2とかはいないはずだからね。回復しつつ攻撃すればなんとかなるな。リカバーでまず回復させよう。で、数を減らす。こいつは射程がないな。ちょっと森の中にはいたいからね。黒魔法ファイヤー、サンダーは射程3だけど、まあファイヤーでいいでしょう。頼りになるでしょ。よし、このまま追撃をしつつ敵の数を減らしていく。
こいつは1回しか攻撃できないか。ファイヤーしかないんだね。ファイヤーしかファイヤーしか使えないって言ってたかな、そもそも。いいね、魔法は便利だね。射程2あるからね。守る強さも必要だわ。やっちゃうよ、私だって強いんだから。ま、確かにサクサクいこう。サクサク、次こいつ狙われそうだな。ただこの位置だと。黄金の探検か。魔法と攻撃やったらどっちがいいんだろうね。こいつ自分で回復できるかな、食らっても。でもやっぱりセリカはな、レベル上げておきたいよな。私には使命があるの。あとこいつもな、サンダーを覚えてくれるとだいぶいいんだけどな。シスター、リザイアはあれだね、命中率がそもそも低いんだね。で、あと1体。命中率は100だからこのまま倒せるな。終わったのね。うひゃー、危なかったね。セーブをして、あ、このまま進んでいけってことね。次海賊船、先にここに行くね。ノーバの港。おお、敵が湧いて出た。入る。やあ、神官様、お出かけですか。ソフィアへ。それは無理じゃないかな。このところ海賊どもが多すぎて船が出せないとか。桟橋で船乗りのじいさんに聞いてみるといいですよ。ふんふんふん、おばさん。そこの酒場で飲んだくれているセーバーは、ああ見えて腕の立つ傭兵なんだよ。神官様たちも何かあったら頼んでみたらどうだい。まあどこから来たのか素性はちょっと怪しいけど、強いのは確かだよ。なるほど、ぜひ雇いたいもんだ。とりあえず調べよう。タテウオの干物。いやさ、これ勝手にパクってんでしょ、どう考えても。みんな貧しいって言ってんのにさ、これ猫は。きっと魚をたくさん食べてるのねって、貧しさが全然感じられないな。これを見る限りでは。こういうところとか、なんか今ちょっと出たね。魚市場か。魚市場は別に、魚は何もない。じゃあどこだっけ、移動で酒場に行こう。セーバー。なんだお嬢ちゃん、ここは子供の来るような場所じゃないぜ。あれ、女性から話すか。この先にある小島の祠にはね、不思議な力を持つ剣が隠されているらしいの。でも行かない方がいいわよ。あの島にはドラゴンゾンビが住み着いているんだもの。近づいただけで人の目にされちゃうわよ。ああ恐ろしい。強そうだこいつは。ボイスがない。マナの草、薬草のシロップ。マナの草を3本、結構必要だね。これだって道具は共有してないでしょ。とりあえずパクるもんパクろう。いやこれさ、店のブドウ酒でしょ、どう考えても。こういうの全部店のものだよ。ソーセージとかさ。
盗賊だな、完全盗賊だな。めっちゃいっぱいあるよ、めっちゃいっぱいある。さすがに酒場だけあって。神官様が今から旅立たれるのだ。出せるもんは全て出してもらおう。ここに干しているニンニクももらっていくぞ。干物ももらっていく。猫ももらっていく。ダメだ、猫はもらっていけない。他ちょっとズームをして、樽、もう酒も全て献上しろ。もうないかな。ちょっともう一回話してみる、セーバーに。なんだ、あれ変わらない。じゃあちょっと出るか。桟橋へ行きましょう。桟橋へ。会話。ソフィア城では今、王様を殺した最小の奴隷がまるで王様気取りでみんなを苦しめているらしい。ソフィア騎士団のクレーベ様が解放軍を結成して戦っているけれど、なかなかうまくいかないみたいだな。時系列的には今いつ、まだ解放はされてないのか。先にちょっと調べるものを調べよう。魚とかあったかね。ニシン、水揚げされた魚たくさんあるね。なんか別にさ、魚食ってればとりあえず上は大丈夫そうだけどね。ね、猫がいっぱいいるな。他は特にないかな。じゃあちょっと他の人にも話しましょう。神官様、海に出るのかい。そうか、気をつけていきなよ。この辺りの海賊のボスはダッハっていうひどい男でさ、この先の東の小島に砦を構えてやりたい放題なんだ。この間も家族を奴に殺された男が敵討ちだって船を出していったけど、かわいそうにもう生きてはいないだろうな。そんなひどいやつなのか、老人。これはこれは神官様、何かご用ですかな。船を出してもらえませんか。ソフィアの港へ行きたいのです。それは神官様のお願いでも難しいですな。この辺りの海は海賊だらけで、とても船を出せたものではないんですわ。そうですか、困ったわ。そうだ、神官様、神官様のお力で海賊どもを何とかしてくれませんかの。え、私がですか。これだけ奴らが大きな顔をしてるというのに、王様の軍隊は何もしてくれんのです。このままじゃわしらも干からびるしかありません。本当にこのソフィアはどうなってしまったのか。どの道海賊がいる限り海を渡ることはできません。どうかお願いできませんかの。ああ、どうすりゃいいんだかな。海賊をどうにかしろなんて、あのおじいさんたら、このか弱い私たちが目に入らないのかしら。でもおじいさんの言う通りだわ。海賊と戦わなくてはどこへも行けないということね。どうします、セリカ様。協力してくれる人を探しましょう。たとえ海を渡れても、ソフィア本土も内乱と魔物の出没で荒れ果てているのよ。私たちだけで旅ができるとは思えない。誰かの助けが必要なのよ。海賊だらけの海に一緒に出てくれる人か。そんな物好きいますかね。じゃあとりあえずさっきの傭兵のところへ行きますか。酒場。セーバーだっけ、セーバー。あなたがセーバーですね。そうだな。あんたは。私はセリカと申します。あなたはとても腕の立つ傭兵だと聞きました。ぜひ私の護衛をお願いしたいのですが。護衛。お嬢ちゃんどこか行くのかい。はい、ミラの神殿まで。ミラの神殿、そいつは遠いな。まずこの海賊だらけの海を越えなきゃならねえぜ。ですからあなたにお願いしたいのです。それとも
あなたでもあの海賊たちは手に余るのですか？お嬢ちゃん、そんなに煽らなくても、俺は海賊なんかにおじけづいたりしねえよ。問題は金だ。俺は安くないぜ。そんな危険な旅ならなおさらだ。お金はありませんが、これを。なんだ、探検か。おい、こいつは。どうでしょう、それでは足りませんか。そうだな、まあ十分とは言えないが、負けてやろう。いいぜ、契約成立だ。ミラの神殿まで送ってやるよ。本当ですか、ありがとうございます。メイ、ボーイ、セーバーが護衛を引き受けてくれるんですって。こいつはうまい話の匂いがするぜ。しかしこれだけのお宝をあっさり手放すとは、あのお嬢ちゃん何者だ。セーバーが仲間になりました。探検奪われたんじゃね。身支度、こいつが持ってんのか。この黄金の探検ちょっとパックリってんだけど、パクれんのかな。交換。交換。お前はスイートクッキーでも持ってろ。卑劣だな、セリカ。まあ黄金の探検がスイートクッキーに変わったみたいな。で俺はどうせとりあえず海賊を倒せばいいの。こっちに行けば海賊が倒せるのかな。戦力266、レベルは上げてないけどな。どうせセーバーもさ、レベル1でしょ。レベル1だね。まあただ傭兵ではあるか、村人系がいないから、まあ、やっぱ黄金の探検はただセーバーに持たせてあげよう。セリカはね、魔法があるからね。ま、アナーキチーズとかでいいのかな、とりあえず。ニシン、一目で20回復する。ソーセージ30だ。すげえ。小麦粉がいっぱいあるね。これにしよう。さてさてさて、じゃあちょっと海賊のとこに行きますか。あれ、行けない。誰かに話しかけなきゃいけないのか。桟橋から行くのか。老人。おお、神官様、来てくれましたか。ええ、このセーバーが協力してくれるそうです。これで船を出してもらえますよね。ええ、もちろん、それは心強い。さあどうぞ船にお乗りください。どうしたんですか、セリカ様。いいえ、何でもないの。船に乗るのは島に来た時以来だから。あ、そうですね。私やボーイはたまに遊びに行ったりしましたけど、セリカ様が島から出ることはありませんでしたね。メイ、お前バカか。何のためにセリカ様が島に隠れてると思ってるんだよ。ホイホイ遊びに行けるわけないだろう。分かってるわよ、それくらい。でもだからこうして島から出られて嬉しいなって、そういうことですよね、セリカ様。お前もう喋るな。いいのよボーイ。そうね、嬉しいのは本当だわ。でも同じくらい不安なの。ミラ様はどうなさったのか。いえ、その前に私たちは神殿にたどり着けるのかしら。そしてそして。ううん、これは内緒。アルム、今あなたは何をしているの。あの村でまだおじい様と暮らしているのかしら。いいえ、私にはわかる。あなたはもうあの村にはいないのね。私、アルムに会いたい。確かめたいことがたくさんあるの。この旅のどこかでいつかあなたに会えるのかしら。なぜ村を出たとわかるんだこいつには。うわ、
またこっちの方か。出た この超怪しいやつ。千里眼的なやつかな、この目玉は。ドーマ様、苦しいのでございますか。なんといたわしい。しかしもうしばらくの辛抱でございます。あの小娘が島を出たとの報が入りました。ドーマ様のために必ずや手に入れてまいりましょう。成功を持つ運命のこの片割れを。完全に行動が把握されてるじゃないか。大丈夫か。海賊の襲撃1。海賊の襲撃っていうかさ、俺たちが襲撃したよね、どう考えても。出たー。ここが海賊ダッハ様の海だと分かってんのか。通行料だ。積み荷と女どもは置いてきな。そのような取引に応じることはできません。この海は誰のものでもありません。ソフィア国民すべてのものです。ああ、なんだこの女。おいおい、海賊相手に正論言ってどうすんだ。いいからさっさと始めようぜ。そのために俺を雇ったんだろ。はい、行きましょうみんな。話が早いな。とりあえず上に海賊がいるのか。結構いるね、数的には。なぜかここに補給地帯がある。渡れるところは1箇所だから、まあセーバーを普通に前線に出して後ろから援護をしていくと。でメイはサンダー持ってるから3マスいけるよね。そいつらがちょっとな、微妙なんだよな。あ、そうか。でもジェンニーは回復があるから。でも集団で食らうことはなさそうだからね。1体ずつ確実にいくか。それでもわりかし食らうな。さてサンダーで倒したいけど、やっぱりなセリカのレベルをまず2にしたい。でこれでまた反撃じゃ倒せないはずだから、いやそれともちょっとこっちにおびき寄せるか、こっちの船におびき寄せよう。一歩引こう。でこうだな。で回復させよう。助かったぜ。でサンダーで倒せるときに倒す。これでどうだ。うわ結構食らう。これはやはりちょっと1体ずつだな。ちょっと待って回復ができない、ここにいると。こいつは倒しておかないとちょっとまずいことになるからな。レベルアップ。よしよしよし、いいねいいね。でこいつをちょっと護衛に回そう。護衛というか回復に回して、そうか、余計なダメージを与えるとな。でも大丈夫か。そうだな、これで終わりにしよう。いい
痛い。やばい、強い。おお、上がるね上がるね。でこいつはここにいるんだね。パン持ってる。パン、セリカはレベルが上がった。セーバーのレベルを上げにかかるか。クロマホトークができるようになったな。ただこいつも2レベルか。残るか。やはり倒せるやつを倒しておかないとダメか。ディフェンス2しかないんだね、こいつ。で2残るか。まあしょうがない。ちょっとでも経験値をためるか。スピードがないから2回攻撃はできないんだね。勝てないって。あーしんどいね。尊敬しちゃうな。でトークができるわ。トークをしとこう。あ、セリカ様、そちらはどうですか。順調順調。あら、メイ、私なら大丈夫よ。そうですか。よし、私も頑張るぞ。メイはいつも元気ね。はい、それが取り柄ですから。今日もセリカ様のお役に立っちゃいますよ。で回復できるときに回復をして、こっち連れてくとな、多分死ぬ恐れがあるからな。先にこいつを、セリカを回復させてレベルを上げて、で上に向かおう。置いてっても大丈夫だよね。3人でかかれば多分怖くないはず。いいねいいね。ただ防御力1しかないのか、こいつ。よし、この布陣でいこう。これ何、なんか、あ、補給地帯か。つ補給地帯にいるのか。入れば多分出てくるよね。そこを狙う。よし、これでいこう。来たな、アホめ。10か。絶対倒せないわこいつじゃあ。は、倒せる。おいしいところだけちょうだい。パンをゲット。まあ、パンをそのまま道具袋に送ろう。いつもこんだけ楽に勝てりゃいいんだがな。いや、これで俺も海賊を名乗れるぞ。よーし、これで一個ずつ進んでいくんだね。ここにドラゴンなんとかがいるって言ってたね。強そうだな。軍団戦力でも85だよ。弱くね。いや絶対騙されるわ。でもまあこんなものか。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、まあ、次回はまた海賊退治の方からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。